はい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 、点入らへんかなというふうに思ってましたけども、まあ岡本選手のねスリーランと、まあ戸郷投手のまあナイスピッチングで、まあ4番とエースの活躍でね勝てたというところですけども、まあ影のヒーローというかね、非常に今日良かったなというふうに思ったのは、大城選手の配球が素晴らしかったなというふうに思いました。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見に行ってください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対スワローズの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、ですね、今冒頭でも言いましたように、まあ4番とねエースが非常に活躍をしてくれて、まあ勝てたという試合だったんですけども、やはりね、今日戸郷投手ね、すごく、まあ1安打ピッチングかな、7回1安打というピッチングでしたけども、まあその大城選手ですね、キャッチャーの大城選手が非常にいい配球してたというふうに思いますし、まあ後で詳しく見ていくんですけども、あ、ここでフォーク来るだろうなという時に、まっすぐ行ったりとかね、あー、どうだろう、ここはこれだろうみたいな、ここは変化球来るだろうというふうに思った時にストレートであったりとかね、いうふうになんかこう相手の裏を書いてたというかね、戸郷投手というこうイメージがね、やっぱりまっすぐフォークというところが強かったと思う、強いと思うんですけど、まあそこを逆手にとってね、ストレート続けてみたりとか、逆に、ストレートが多くなってきた時に変化球を多くしたりとかね、そういうふうに相手の考えてることの逆を言ったというか、うん、裏を変えてたなっていうふうに、思いましたし、まあ、戸郷投手もね、それに、うまくね、しっかり投げ込めたっていうところがありましたんで、非常に素晴らしい、コンビネーションだったなというふうに思っております。はい、じゃあですね、今日の動画の構成としては、まず得点シーン振り返っていきまして、スタメンの変更点見ていきまして、で、最後に、今言ったようなね、配球の、ここが良かったですねとか、ここがポイントでしたねみたいなところをですね、僕は、できるだけ分かりやすくね、面白く、話していきたいと思います。この3本でやらさせてください。はい、じゃあですね、まずはですね、得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕の、この胸のあたりですね、画像を出しながら一緒に見ていきたいなというふうに思っております。はい、今日はですね、結果から言うとですね、3対0というところでジャイアンツが勝利をいたしました。まあね、まあ今日、まあ安倍監督がね、インタビューかなんかで、戸郷投手にね、試合中に、これは1対0でしか勝てないよみたいなことを、まあ本人に伝えたというふうなことを言ってましたけども、まあそれはね、本当に、僕も思っておりまして、まあ1対0かは分からないけど、まあホームランでやったりとかね、まあその1イニングにダダダって点が入って、まあそれ以外はなかなか点が入らないみたいな感じの試合になるんじゃないかなというふうに、まあ序盤見てまして思いました。はい、で、振り返っていくとですね、まあ今日は5回裏の、まあ、2アウト1、3塁からの岡本選手のホームランのみ、3ランのみというふうになってます。まあ岡本選手もですね、まあ今日、まあ、ライトフライとかも打ってましたけども、まあ、非常に打球の角度が上がってたりとか、まあ、センター前ヒットもありましたし、そういったところで、まあ、打撃の状態というところはね、今日に関して言うとすごく良かったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、逆方向にね、まあ、今日のホームランも逆方向のホームランだったんですけども、やはりあっちに放り込めるというか、どの方向でもね、放り込めるっていうのが、まあ、岡本選手のすごくいいところというか長所だと思いますので、まあこういったホームランが出てくるとですね、まだ状態は上がってくるかなというふうに思いますので、今後期待したいなというふうに思ってます。はい、じゃあですね、ここからですね、僕がじゃなくて、特定シーンじゃなくて、その前に、あれですね、スタメンですね。すみません、間違えました。はい、スタメン変更で見ていきたいんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながらちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあね、今日はですね、ホーム側のジャイアンツから見ていきたいと思います。少し打撃、スタメンというところで変更点ありました。はい、前日からですね、2番に浅野選手入ってたんですけども、今日は7番に入っておりますと、うん、で、ファーストの大城さんが今日はまあ、キャッチャーで5番で出てまして、ファーストに岡本選手入ってますと、はい、で、セカンド吉川選手がこの間6番だったんですけども、今日は2番に入っておりまして、でキャッチャーの岸田選手が今日は欠場して、まあ、大城さんがねマスクをかぶっているというふうな形です。
で、ピッチャーグリフィンから、まあ、戸郷投手というところで、まあ、ちょっと2連敗喫してるんで、ヤクルトにね、なんとか、今日はね、まあ、戸郷投手で負けるわけにいかない、中4日のね、戸郷で負けるわけにいかないというところで、まあ、なんとかね、頑張ってもらいたいなというふうに思ってましたし、まあ、浅野選手が2番から、まあ、7番に落ちましたけども、まあ、少し、まあ、頑張ってるんですけど、まあ、阿部監督のコメント聞くと、まあ、そのちょっとつながりがみたいなことを言ってましたんで、まあね、吉川選手もね、状態は、まあ、ずっといい、いい感じでキープできてますんで、まあ、吉川選手の2番っていうのも、全然ありかなというふうに思ってます。はい。で、対するスワローズですけども、スワローズ結構変更点ありまして、前日から見ていくと、まず長岡選手が今日3番に入っておりました。前日1番だったんですけども、今日は3番。で、増田選手、昨日出てたんですけども、2番で出てたんですけども、今日は沢井選手が8番に入っておりますと。で、昨日、村上選手が3番だったんですけども、今日は2番に入っておりますと。うん。はい。で、昨日中村選手、キャッチャーで出てたんですけども、今日は松本選手が7番で出てます。で、山田選手が前日7番だったんですけども、今日は6番。で、岩田選手が昨日出てましたが、今日は西川選手が1番で出ておりまして、で、ピッチャー吉村投手から今日は山野投手というところで、まあ、山野投手に関してもあんまりこう巨人ね、まあ、いいイメージないんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、統合投手ね、絶対負けられないというかね、もうその3連敗なんてもう絶対許されないというところね、ましてやこう、まあ、まあ、別にヤクルトが弱いわけではないですけども、まあ、今最下位にいるチームに、まあ、3連敗というのはちょっとね、優勝を目指すチームとして、まあ、ちょっとどうなのかというところもありますので、まあ、今日はね、なんとかこう勝ちを死守しないといけないなというふうに思っておりました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよとか、ここ大城さんの配球良かったですよみたいなところをできるだけ分かりやすくね、野球があまり分からない方にもできるだけ伝えていきたいと思ってますんで、ぜひね、ここから見てください。ここから大事なんで、ここから見てください。よろしくお願いします。はい、ですね、いきます。はい、まず1回表、今日ね、戸郷投手、まあ、1安打ピッチングしましたっていう風なお話しましたけども、実はね、この1回表の先頭の西川選手のライト前ヒットだけだったんですね。あとはヒット打たれてないんですよね。まあ、フォアボールとかちょいちょいデッドボールとかありましたけども、まあ、ヒットというところで言うと、まあ、この先頭の西川選手だけなんですね。で、まあ、西川選手に先頭ヒット打たれて、で、ノーアウト1塁で村上選手セカンドゴロ、まあ、ちょっと直樹さんがまあ、ファンブルというかね、ちょっとこう、まあ、バウンド変わった形で、まあ、一塁だけアウトに取れるっていう、まあ、ゲッツは取れなかったっていうところですね。で、ワンアウト二塁、長岡選手がショートゴロで、西川選手が三塁進みますと、うん、で、ここツーアウト三塁でサンタナ選手見逃し三振取った場面なんですけども、早速ね、今日ね、初回から配球ちょっと見ていきたいんですけど、これね、素晴らしい配球だったと思うし、裏を変えて配球だったなというふうに思います。というのも、これ見逃し三振したんですよ、サンタナ選手ね。どういうことかっていうと、これまずフォークボールでボールなんですね。で、次2球目フォークボールで空振り取るんですね。で、ここでワンワン。で、ストレートでストライク取るんですよ。うん。で、スライダーでボールってなりました。ここでツーツーになるんですね。で、じゃあ、スリー、ツーツーか、なりますと。で、ここでバッター考えるのって、2球目にフォークボール来たじゃないですか。1球目、2球目フォークボール来たじゃないですか。で、戸郷投手の今までのイメージも、まっすぐフォークっていうのが強いし、1球目、2球目フォーク来て、ましてや2球目フォーク空振りしてるんですね。っていうことは、サンタナ選手からしても、ここでストレートね、最後見して、じゃあスライダー4球目行ってボールになってっていうところで、もうこれフォークに戻るやろって、1球目2球目来たらフォークに戻って、もう一回空振り、自分が空振りしてたんで、サンタナ選手が空振りしてたんで、もう一度来るやろっていう風に思ってるはずなんですね。で、ここで裏書いてストレートのまっすぐインサイド行くんですよ。で、これはもうサンタナ選手全く待ってないボールというか、予想外のボールなんで、全く手が出ず見逃し三振取ったというところなんですけど、まあ、ここでもしサンタナ選手とかにヒット打たれてたりとかね、したら、まあ、今日の試合どうなってるかわからなかったんですけど、ここでね、しっかり裏を書いて、ましてやインコースのストレートで、見逃し三振、ましてやこのコントロールもね、抜群のところに投げ込みましたから、非常にいい配球だったと思いますし、戸郷投手もしっかり投げ切れた、一番いいボールだったんじゃないかなというふうに思いました。はい、素晴らしかったと思います、マジで。はい。で、次見ていきましょうか。はい。
2回裏のジャイアンツの攻撃見ていきましょうか。この回、ワンアウトから坂本選手が、まあレフトへね、2塁打ちますと。うん、まあ非常にインサイドをうまく打ったなっていう形。うん、調子はね、そんなに良くないんですけど、やっぱりインサイドのさばきっていうのは、すごくうまいなっていうふうに思います。で、ワンアウト2塁で浅野選手がショートゴロ。うん。今日ちょっと浅野選手3つぐらいショートゴロ打ったんかな。うん、全部ショートゴロだったなっていうイメージがありました。で、ランナー3塁進みまして、2アウト3塁で門脇選手、3ボールになりましたと。で、その時点で、まあ、やっぱりこう、ピッチャー不利なカウントなんで、で、次のバッターが戸郷投手なんで、まあ、申告敬遠しますと。はい。で、2アウト1、3塁になって戸郷投手を見逃し三振というところで、まあ、ここはまあ、まあ仕方ないというか、うん、まあ、戸郷投手が、戸郷投手に打てとかね、そんなことはなかなか言えないので、まあ、そこはね、仕方ないところかなというふうに思いました。はい。で、3回裏も見ていきましょうか。これもね、ジャイアンツがね、チャンス作るも点が取れなかったっていう回なんですけど、まあ、これもワンアウトから吉川選手、ライト前ヒットね。今日吉川選手もね、まあ、地元岐阜県というところで非常に躍動してたと思います。まあ、守備に関してもそうですし、バッティングというところもね、非常に素晴らしかったなと思います。で、ワンアウト一塁からモンテスがセンターフライ。で、ツーアウト一塁からこれ、岡本選手、これ、センター前ヒットね。で、吉川選手がこれ三塁まで進む。これ非常にナイス走塁だったと思うんですけど、これちょっとね、まあセンターの西川選手が、まあ三塁に行かれるのは、まあちょっと仕方ないというか、まあ足も速かったし、打球のことも考えたら、まあ仕方ないなっていうところはあるんですけど、これを三塁に送球して、三塁、まあタッチプレーになるようなタイミングにすら持っていけてなかったのに、まあ岡本選手を二塁まで進塁、させたっていうところはちょっと守備としてちょっと良くなかったんじゃないかなというのもし、うん、まあさせると思って投げたんだろうけども、まあ実際全然させるような形じゃなかったんで、それだったら二塁にね、セカンドに返してた方が良、かったんじゃないかなというのもし、まあこのあとね、まあ結局まあ点が入らなかったわけですけど、これでもし次大塩さんがタイムリーなんか打ってたらすごくもったいない、プレーになってたんで、ここはねちょっとね。まあ、ジャイアンツの選手であったりとか、今ね、これ動画見てる少年野球であったりとか、アマチュア野球の方も気をつけてもらいたいなというふうに思います。で、まあ、これ、2アウト2、3塁で、大塩さんがこれ、まあ、ショートゴロ打ったわけですけど、まあ、ここを長岡選手がね、これ、二遊間の打球に対して、取ってね、一回転しながら送球して、まあ、大塩さんがファーストでギリギリアウトになっちゃうんですけど、これは素晴らしいプレーだったと思います。はい。まあ、なかなかね、地方球場で、いつもの跳ね方であったりとか、もしかしたらその、グラウンド的なところも、まあ、その、プロでね、いつも使ってるような球場とは、ちょっと劣ってるというか、まあ、跳ねたりとかするような形ね、今日、門脇選手のエラーもありましたけども、大体跳ねてるんですね、あれ。うん。っていうのはあるんですけど、まあ、長岡選手ね、今日、ショートで、すごく何回さばいたやろ、ショートゴロ、多分5回ぐらいさばいてるような気がするんですけど、それ全部ね、しっかりね、取ってるし、うん。送球に関しても、すごく安定してるんで、長岡選手ね、やっぱ素晴らしい選手だな、というふうに思ってます。はい。で、これ4回表、これ非常にね、ジャイアンツの守備もめちゃくちゃいいプレーありました。ノーアウトから先頭のね、村上選手がセンターフライ打ったんですよ。で、まあ村上選手の打球ね、非常にいい当たりあって、で、いつも僕言ってると思うんですけど、外野手の正面のライナーの打球って一番難しいんですね。で、村上選手ぐらいの打球になってくると、芯と芯というか、ボールの芯とバットの芯がパーンって当たると、打球が揺れることがあるんですね。打球速度速い。上に揺れるんですよ。打球が本当にナックルみたいにバーって揺れるんですよ。で、そういう時って、まあどうするかってとこなんですけど、まあ外野手で言ったら、あんまりこう自分の真正面にボールをやってしまうと、もうその揺れたところが見えないというか、距離感がわからなくなるんですね。だから、例えばこうそういう打球が来た時に、わざとちょっとこう、ボールがここにあるとしたら、体をちょっとずらすんですね。ずらすと、距離感が分かりやすくなるんで、取りやすくなるんですね。で、それを、その、丸選手ね、この、すごくいい打球であったんですけど、この短時間の間に、ちょっとずらして、そっからこう、取りに行ったんで、非常に素晴らしいキャッチだったなと思うし、これはね、ちょっとね、こう、なかなか口で うまく説明できないんで、ぜひね、今日多分動画とか上がってると思うんで、ぜひね、外野手とかに興味ある方は、ぜひ見てほしいんですけど、これは本当にナイスプレーだったなと思います。で、ワンアウトから長岡選手をフォアボールに出してしまって、で、ここですよね。ワンアウト1塁からサンタナ、空振り三振。で、ツーアウト1塁からオスナをサードゴロに取ったんですけども、これね、
ここも配球素晴らしかったんですね。というのも、このサンタナの空振り三振ですけども、その先ほどね、初回にね、まあ、裏書いてストレート行って、三振取ったっていうお話したじゃないですか。で、ここで面白いのが、サンタナ選手に対して6球ストレート行くんですよ。初球から6球ストレート行って、で、スライダー1球挟んで、で、次は、もう一回ストレート戻るんちゃうかっていうふうに思わしといて最後、今まで投げてないフォーク行ったんですね。だからもうサンタナ選手に関しては今日はもうその戸郷投手と大城選手にもう翻弄されてたんですね。間違いなく。本当に。で、このオスナに関しても、ツーアウト一塁からのオスナのサードゴロに関しても、オスナはネクストバッターサークルで見てるわけですよ。サンタナの配球をね。めっちゃストレート多いなって。めっちゃストレートで攻めてくるやんって思ってるわけですよ。待ってる時に。で、そこで、オスナに対して1球もストレートいかないんですね。スライダー行って、で、フォーク3球行ってサードゴロ打ち取ってるわけなんで、これは本当に、相手のね、心理であったりとか、相手の考えてることの本当に真裏を言ってるわけなんで、非常にね、この今の今日の大城さんの配球っていうのはマジで素晴らしかったなと思います。僕、あれっすよ。僕本当に大城さんが配球悪いって言ったこともあるけど、いい時は本当にいいって褒めるから、本当に当たり前の話だけどね。別に大城さんが嫌いとかなわけじゃないから、うん、素晴らしい配球だと思います。で、5回表、これもちょっとジャイアンツピンチ迎えるんですけど、0点に抑える場面なんですけど、これね、山田選手にデッドボール当てちゃうんですよ。まあ、これも配球としてはめちゃくちゃ良かったんですよ、うん、というのも、まあ、スライダーというか変化球タイミングのところを、まあ、インサイドまっすぐ行って最後こう真裏行って裏書いて見逃し三振取ろうっていうところだったんですけど、ちょっと戸郷投手の、まあ、コントロールがずれて、まあ、デッドボールになっちゃうんですよね。で、ノーアウト1塁で松本選手にバント決められて、で、ここですよね。ワンアウト2塁で沢井選手空振り三振なんですけど、これ完璧に三振狙いに行ってるんですね。まあ、ピンチだったっていうのもありますし、次ね、山野投手なんで、まあ、0-0 の場面で山野投手をさすがに代打出さないやろっていうところで、まあ、沢井選手をとりあえず打ち取れば、まあ、山野選手はまあ、高い確率で打ち取れるというところで、ここ 100% 三振取りに行ってるんですね。というのも、これ全部フォーク。5球とも全部フォーク。で、今までの沢井選手の、まあ、対応なんかを見てましても、まあ、変化球というか、特にフォークに対して結構ブンブン丸というか、あんまりこう、タイミングが合ってないようなところがあったんで、まあ、ずっと合ってないようなボールは、なかなか合わないというところで、これもう全部フォーク。5球とも全部フォークで、まあ、空振り三振取ったんですけど、まあ、ここはもう戸郷投手の狙い、通りに行ったと思いますし、もう、1枚も2枚も上手やったなと思います。で、ツーアウト2塁から山野選手を、まあ、ショートゴロに打ち取って、まあ、ここもね、しっかりゼロで抑えるというところで素晴らしかったなと思います。はい。でですね、5回裏、この回ね、まあ、そのスリーランが出て、点が入る回ですけども、まあ、これもね、ツーアウトから吉川選手のこれセンター前ヒットがあったから、これ点入ってるんですね。うん、素晴らしかったと思います。で、ツーアウト1塁でモンテスが、まあ、ショートの内野安打というか、まぁ、あ、ちょっと、強襲ヒットみたいな形で、まぁ、あ、ランエンドヒットをかけてたんで、これ一気に三塁行くんですね、吉川選手が。で、ツーアウト一三塁から岡本選手がホームランで、初球のストレートを、まぁ、あ、逆方向に打ったホームランなんですけど、まぁ、あ、一打席目のライトフライからですね、結構打球角度がいい感じで上がってたんで、素晴らしいなと思ってたんですよね。もしかしたらホームランあるかもしれんと思ってて、まあ、ここもね、しっかり初球から振り逃げたっていうところ、自分のタイミングで、やっぱ振り逃げたっていうのが素晴らしかったと思うし、逆方向にね、やっぱりこんだけね、あれだけで飛ぶんだから、あれだけでというか、あの感じであんだけ飛ぶんだから、僕は本当にマジでセンター返し中心、宇宙間ぐらい めがけて打ってった方が絶対率も上がるし、絶対ホームランも増えていくと思うんで、今日のような打撃ができたら、マジで、フィーバータイム入ると思うんで、岡本選手の。うん。素晴らしいなと思います。で、まあ、6回以降はですね、まあ、原投手が出てきたりとか、丸山投手が出てきたりとか、まあ、木澤投手が出てきたりとか、で、ジャイアンツに関しては、まあ、ケラー投手がね、8回から出てきて、三者凡退。で、9回もね、大勢投手、出てきて、まあね、しっかりね、抑え、まあ、エラー、門脇選手のエラーがありましたけども、最後ゲッツーで抑えたりとかね、して、まあ、最後、まあ、ゼロに締めて 3-0 というところで勝ちましたというところです。はい、まあね、今日の試合見てて、
やはりまあエースがしっかり抑えて、まあ4番がホームラン打ってというところで、まあ非常にいい試合ではあったんですけども、やはりまあ何度も言いますように、今日に関してはね、大城選手が影のヒーローというかね、素晴らしい配球できてたなというふうに思いますんで、まあ岸田選手もね、もちろんいいキャッチャーですし、小林選手ももちろんいいキャッチャーなんですけども、まあいろいろね、打力のところとかいろいろ考えていくと、まあ大城さんがね、現段階というか、今では一番いいんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあそういったところでね、いろいろ難しいところではあると思うんですけども、まあ大城さんもね、まあ試合に出れない時間とか、まあファーストに行った時間でいろいろキャッチャーについて、まあ一回考え直したりとか、してると思うんで、そういったところで、ここからね、まあみんなですけども、大城さん含めてね、みんな頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はありがとうございます。じゃあね、バイバイ。Thank you.